巡洋は、大日本帝国海軍の航空母艦。艦名は、猛金類のハヤブサと高に由来する。巡洋型航空母艦の一番艦。費用の建造番号は1001号艦。巡洋の建造番号は1002号艦である。一部の資料では、巡洋を、費用型航空母艦の二番艦とする。軍艦巡洋は、日本海軍の航空母艦。有事の空母改造を前提に、 1939年3月から三菱長崎造船所で建造中だった日本優船の柏原丸急下客船1番船、柏原丸を航空母艦へ改装した艦船である。1942年5月3日に特設航空母艦として巡航。第4航空船隊としてエール作戦に従事した。同時期に行われたミッドウェイ海戦で日本海軍は大敗。 AL 作戦終了時点で残った中型以上の高速正規空母は昇格型航空母艦2隻のみであった。巡洋と姉妹艦、費用の速力は正規空母の30キロトン以上に比較して遅く、後半も薄く防御能力でも見劣りしたが、中型の正規空母操流並みの航空機搭載量を持つ貴重な戦力であり、日本海軍航空戦力の一翼を担った。 軍艦席に編入された巡洋は、姉妹艦の費用とともに、第二航空戦隊を編成。しばらく内海西部で訓練を実施した。10月以降、巡洋は、南太平洋に進出して10月26日の南太平洋海戦に参加した。11月中旬の第三次ソロモン海戦では、損傷した戦艦飛衛の上空援護を行った。上枠輸送作戦10時後、 1943年2月に内地へ帰島。その後、内地とトラック白地を往復した。同年後半は、シンガポールやトラック白地への輸送任務に従事する。11月5日、巡洋は、日本本土近海で、米軍潜水艦ハリバットの魚雷攻撃により損傷。重巡洋艦トネに栄光され、クレに帰島した。修理後の1944年6月、 第2航空戦隊はマリアナ沖海戦に参加。同海戦で費用が撃沈され、巡洋も損傷した。修理とともに対空火器を増設。10月下旬よりフィリピン方面輸送作戦に従事、レー機沖海戦には参加していない。12月9日、長崎沖合でアメリカの潜水艦の雷撃で損傷し、佐世保に帰投した。その後、 佐世保港に係留されたまま終戦を迎える。機関部の損傷により福音船として運用されることなく、また客船に戻されることもなく解体された。第1二2号艦は日本の空母として初めて島型環境と情報煙突が一体化した大型環境を有していた。これは建造中の大砲型航空母艦の実験を兼ねており、煙突は外側へ26度傾斜している。 レーダーの装備も日本空母発の試みであった。また商船としてある程度建造が進んでいた巡洋は姉妹艦の費用に比べて木製部分が多く戦争後半の出荷対策で苦労することになった。春航の1942年5月に対し21号電探を環境上に装備したのは同年7月であり電探を装備した最も早い艦艇の一石である。 対空火器は1943年に飛行乾板全部の両側に25立方ミリメートル連装機銃を2機ずつ、計4機を増備、計12機になっていたと推定される。この時の機銃座はまだ円形であり、同時に射撃式装置2機も追加された。また、同時期に飛行乾板後方左減の4番短小等を撤去し、代わりに陰見式の21号電単1機を、 追加した。マリアナ沖海戦直前の1944年5月には、2 5ト、mm、ル機銃3連装16機、同単装12丁を装備した。追加の3連装機銃4機は完備に機銃座を設けて2機、環境構造物の前後に1機ずつが確認される。単装機銃は、飛行甲板上に移動式を装備した。当時の写真では、飛行甲板前端に2丁 後端に山頂の装備が確認される。また、環境構造物上にも装備したらしい。13号電端はまだ装備しておらず、逆端はすでに装備していた。竣工時の公式図によると広角方式装置は4.5メートル広角速距離であったが、この時点で94式校舎装置に交換されている。マリアナ沖海戦では、巡洋も損傷し、復旧工事を行った。 この時に、煙突のサポート形状が変化し、環境構造物は後方に延長され、信号マストはその上に設置された。対空兵装の増備も実施され、アゴ作戦後の兵装増備の状況調査によると1944年7月の時点で25立方ミリメートル連装機銃19機、同連装2機、同単装27丁、他に単装機銃座4基とされる。 増備した三連装機銃は、環境構造物上の前後に1機ずつ、干守に1機の計算機がその後の写真でも確認される。連想機銃2基に関しては、同調査の図では、右辺は、環境側面にあった単焦東座を拡大して1機を設置した。左辺は、発動機種運転上の甲板を拡大して1機となっているが、 戦後を含めてその付近の鮮明な写真がなく、位置が明らかでないとされる。同時に、信号マスト上に13号電単1機を追加した。1944年12月に、巡洋は、雷撃により損傷したが、その時の写真から、飛行艦板前方の両弦、全部降格砲の前方に28、連装分身砲が3機ずつ、計6機装備されているのが確認される。 右玄最後型の25立方ミリメートル連装機銃2基を撤去、機銃座を後方へ延長して、噴身砲4基を設置、左玄は、機筒式クレーンの速砲、発動機種運転場の上に砲座を設けて4基の噴身砲を装備した。この時に、原則は、対戦明細の塗装を行っていた。大型高速客船を有事に際し、空母に改造する発想はイギリスからもたらされた。 1923年末、第一次大戦後の欧州視察のため、イギリスを訪問した平賀譲る造船少将に対し、イギリス海軍造船局長、サーユースタステニスンダインコートは、大型商船を空母化する利点について、熱心に説いた。当時のイギリスが保有する150隻以上の1万トン以上、大型客船は、有事に再始兵員輸送船や、 特設巡洋艦に転用できるため、列強から重大な脅威とみなされていた。サー・ユースタス・ダイン・コートの提案は、日本海軍の構想と一致した。アメリカを仮想敵とした場合に求められたのは、兵員輸送力ではなく、洋上決戦を挑むための航空戦力とそれを運用する航空母艦だったからである。こうして、帝国海軍は、 有事空母化を前提とした商船や客船の建造を模索。1929から1930年に日本郵船の秩父丸、浅間丸、立田丸が完成した。続いて、大阪商船のアルゼンチナ丸級化客船2隻が三菱重工業長崎造船所で1938年の1939年に、それぞれ浸水、竣工する。 さらに1940年東京オリンピックに備えるべく日本優先の新田丸急下客船3隻が計画され、いずれも三菱重工業長崎造船所で建造された。太平洋戦争と共に各船は日本海軍に徴用され、大高型航空母艦として最終益している。1939年3月20日、 柏原丸は三菱重工業長崎造船所において寄港。完成した場合には27,700トン、最大発揮速力25.5ノット、旅客定員890十名という太平洋航路最大級の客船となるはずだった。だが機幹部や客室部分など、設計段階から空母に改造することを前提とした構造となっていた。また当時の長崎造船所は、 柏原丸の隣の仙台で、大和型戦艦二番艦武蔵を建造中である。1940年1月6日、新田丸急下客船三番船春日丸が、柏原丸の隣で寄港。11月1日、武蔵は、柏原丸より一足先に浸水した。だが、武蔵浸水後の造船台は依然として、すだれで隠されたままで、長崎の住民は、 武蔵はもう一隻いると噂していた。造船所の火災で柏原丸の姿がすだれ越しに浮かび上がると住民たちは同船を第二の武蔵と錯覚した。柏原丸は昭和17年1月の竣工を予定していた。1941年1月21日、日本海軍は柏原丸を買収する。福井市蔵によれば2月10日買収。日本海軍は 柏原丸の空母改造に着手した。歌唱官名、大戦二番艦。六月二十四日、川崎重工業神戸造船所で出雲丸、戦一番艦が浸水。六月二十六日、三菱長崎造船所で柏原丸、ラ戦二号艦が浸水した。十月一日、日本海軍は石平工大佐を巡洋偽装院長に任命する。十月六日、 長崎海軍監督官事務所の巡洋偽装員事務所は事務を開始する。12月8日、日本とアメリカは太平洋戦争に突入する。1942年3月下旬、豊田添えむくれ陳述司令長官は大戦二号艦の諸行指示士を命じる。4月6日、巡洋偽装員事務所を館内に移転する。同日より駆逐艦暮れに護衛され、 佐世保からクレに開港されることになった。第1 0 2号艦は、九州沿岸を公開、諸試験を実施した。4月下旬、長崎からクレに移動する。1942年5月3日、第1 0 2号艦は竣工巡洋偽装員事務所を撤去する。特設航空母艦巡洋として、クレチンジュフ所管。この時点では、特設航空母艦であるため、 まだ看守の聞く顧問章がついていなかった。主要初代幹部は、石井芸古大佐、副長羽田次郎中佐、飛行長崎町、吉郎少佐、公会長鈴木総少佐、法術町吉野二大尉、通信長再起用大尉、機関長村田敏夫中佐。順洋は春高と同日府で第四航空船隊に編入された。四航船は、 軽空母2隻で編成されていたが、小大鳥は5月7日の三5回海戦で沈没していた。巡洋は内海西部で訓練に従事したが、艦、飛行機隊とも訓練期間が極めて短かった。5月19日、巡洋は広島湾ナサミ水道の最強部で軍艦山和と反抗してすれ違い、うがきまとい連合艦隊三謀長は無謀とや言わん。 礼儀を知らずとや言わん。と、巡洋艦長に怒っている。同日、巡洋は、基地航空隊用のシ式艦上戦闘機12機を搭載した。5月20日付で、4航船、第4戦隊、第2小隊、第1水雷戦隊は、北方部隊に編入された。巡洋は、第2機動部隊に所属し、4港船、従順洋艦2隻、駆逐艦3隻、 補給船、低洋丸と共に、アリューシャン方面作戦に参加する。5月22日、各隊は、瀬戸内海を出撃後、下関海峡を通過し、訓練を実施しながら、日本海を北上する。5月25日、大港到着。翌日、第2機動部隊は、大港から川内湾へ移動。ダッチハーバーに向かった。6月3日2300より、 ダッチハーバーや同方面所在の小型艦艇に対し空襲を行う。だが天候不良に加え少数兵力のため大きな戦果を上げることができなかった。6月5日、ミッドウェー海戦でナグモ機動部隊からは主力空母4隻が沈没した。並行して実施されていたミッドウェー海戦の敗北報告を受けた角田司令官はダッチハーバーへの 第三次攻撃を実施してから、ミッドウェイ方面に向かうことを決定。天候悪化により、巡洋艦爆1機が行方不明となった。流上所属の冷戦が不時着し、アメリカ軍に露飼されたのも、この作戦中の出来事だった。同方面行動中、巡洋は、雲間より出現したプビー、カタリナ飛行艇に来撃されるが、東海地が巡洋に近すぎたため行来は、 飛行甲板を越えて反対源に落下、その後プビーは高尾に撃墜されたという。また作的行動中、軽空母の流上の航空燃料が不足したため、流上艦載機を順洋に着艦させて補給することになったという。6月14日、攻略部隊に所属していた空母随砲第3戦隊第1小隊等が北方部隊に合流した。順様は、 駆逐艦から、総流の搭乗員を受け入れたという。また本土からも、空母随格が出撃し、6月23日に、大港で4航戦と合流した。17日府で、北方部隊指揮官が発令した第2軍隊区分の、主要兵力は、主体、支援部隊、第2機動部隊というものだった。作戦行動中、巡業は、機関故障を起こす。6月24日、 純陽は大港に到着。29日、駆逐艦赤月に護衛されて大港を出発、下関海峡を通過し、7月3日に栗駅通した。同日、純陽は機動部隊に復帰した。後日、山本56連合艦隊司令長官は第二機動部隊に感情を与えた。1942年1942年7月14日、純陽は 軍艦席に加入し、軍艦巡洋と命名された。本席は、クレチンジュフ。同日付で、第二航空戦隊に編入される。7月20日、巡洋艦長は、石井芸工大佐から岡田ためじ大佐に交代した。7月31日、同系艦の費用が竣工する。軍艦席に加入した。空母3席は、再編成された第二航空戦隊に所属し、 第3艦隊の構成艦として出撃準備を行う。当時の2航戦闘載機数は、巡洋と比用は1隻あたり、艦船21、艦爆18、艦航級流城は艦船24、艦航級である。8月7日、アメリカ軍のガダルカナル島とフロリダ諸島への上陸を、契機にガダルカナル島の戦いが始まった。8月12日、 二航戦機関は費用に移った。この時、第一航空戦隊の空母随砲は、連動不足と判断された。そのため、随砲の代官として龍城が第一航空戦隊に、編入され、ソロモン諸島へ進出した。龍城は8月24日の第二次、ソロモン海戦で撃沈された。10月4日、第二航空戦隊特地区間二隻は内地を出発。9日、 トラック白地へ進出した。10月11日に航船はトラック白地を出撃。ガダルカナル島アメリカ軍ヘンダーソン飛行場への日本陸軍総攻撃に行応すべく、日本海軍は空母機動部隊、水雷船隊を派遣する。ところが10月20日、費用の機関室で火災が発生。費用は戦闘公開不能となり、トラックへ撤退した。 角田少将及びに交戦関係者は巡洋に移動。巡洋はに交戦機関となり、費用艦載機の一部を臨時編入した。10月26日、巡洋は第一航空戦隊とともに、米艦隊と交戦する。空母ーネットの撃沈、エンタープライズの撃退に貢献したが、多くの航空機と熟練搭乗員を失った。第一航空戦隊は損傷の修理と、 航空隊補充のため随時内地へ開港され、トラック白地に残る作戦行動可能な空母は、巡洋一隻となった。10月29日、対戦紹介中の巡洋搭載機は、アメリカの潜水艦プランジャーを発見し爆撃した。11月9日、巡洋はトラック白地を出撃した。11月12日以降の第三次ソロモン海戦では、第一夜戦で、 行動不能となった、低進艦隊機関比英と護衛駆逐艦を援護する必要が生じ、巡洋は零式艦上戦闘機を派遣する。だが数機単位でしかなく、ヘンダーソン基地から次々に飛来する、回4回、ワイルドキャット戦闘機と交戦して、身を守るのがやっとだった。B-17 爆撃機や TBF アベンジャー雷撃機の波状攻撃を受けた比英は、 アイアンボトムサウンドに沈んだ。ヘンダーソン基地に対する艦砲射撃は中止、ガダルカナル島へ向かう増援部隊輸送船団も大損害を受け、日本海軍はガダルカナル島をめぐる決定的な戦闘に敗北した。11月18日、巡洋はトラック白地に帰島1943年,19年1年一月、上枠への陸軍部隊の輸送の際に、 順洋の搭載機は、対戦、対空警戒に従事することになった。1月15日、順洋は、駆逐艦2隻と共にトラックを出港した。17日に、上枠に零戦23機、観光6機を進出させて、反転、19日に、トラックに戻った。この輸送作戦中に、上枠へ順洋基地要員と陸兵を輸送していた春雨が、 アメリカの潜水艦は風に雷撃されて、大破、後日の戦隊断裂により復帰に一年弱を、要する損害を受けている。巡洋の飛行機体は、上枠での活動中 B-24 を6機撃墜、3機撃破を、放置、25日にカビエン経由で0戦14機、観光6機が、トラックに戻った。1月下旬、日本海軍は、 ガダルカナル島からの撤退作戦を実施した。これを支援すべく、第二艦隊司令長官、近藤信武中将が座上する機関あたごいか十字に四隻、戦艦二隻、軽巡二洋艦三隻、空母二隻、駆逐艦複数隻は1月31日にトラック白地を出撃した。2月3日、駆逐艦二隻は、下合作戦十指部隊に回されショートランド白地へ向かう。 支援艦隊は、アメリカ軍機動部隊出現に備えて待機したが、交戦の機会はなく、各艦、各隊とも2月9日前後に、トラックへ帰還した。2月12日、岡田亀治大佐は、横須賀陳守夫婦となり離任。公認の巡洋艦長は、永井光大佐。2月15日、第三戦隊、空母2隻、水蒸気母艦日進、従順2隻。 駆逐艦部隊はトラック白地を出港するが悪天候のため航空隊を収容できず3隻のみトラックへ引き返した。2月16日、改めて 15×2 隻とともに内地へ向かった。文後水道を通過し2月22日に呉軍港へ到着。3月22日に航船第8船隊、駆逐艦部隊は大分県佐伯市を出港した。 27から28日、トラック白地に到着。1943年3月から4月にかけて、二航船は、巡洋と分かれて、航空隊の道上基地から移合作戦に参加する。4月18日、移合作戦作戦後の視察に来ていた、山本56連合艦隊司令長官が、海軍工事件で戦死した。連合艦隊機関武蔵は、 山本長官の遺骨を乗せて日本に帰島することになり、費用は武蔵伊科各官と共に内地に帰島した。戦艦武蔵、金剛、春名、空母費用、十順棘、ね、地馬、駆逐艦しぐれ、有明、海風、初月、両月は5月17日にトラックを出港した。その後、日本海軍はアリューシャン方面のアメリカ軍の動向を踏まえた上で内地の費用に、 トラックへの進出を命じた。6月10日、横須賀を出港した、費用、駆逐艦夕暮れ、有明は暗号解読により待ち伏せていた、アメリカの潜水艦トリガーから襲撃された。魚雷一本が命中した費用も、航行不能となり、軽重に要艦印鈴に栄光されて、横須賀へ引き返した。6月16日、第3戦隊司令官 クリタ・雄中将の指揮下、空母流砲、大高、沖高は、第七駆逐隊、16×17×27× 等に護衛されて、トラックへ進出、巡用と合同した。トラック白地に残った巡用では、航空隊と基地要員をルオット島へ派遣することになった。6月16日、軽順人数と駆逐艦交は、基地用。 要員300名以上、航空魚雷、軍事物資量食をルオット島へ輸送した。また、マーシャル諸島へ派遣していた二航線航空隊をラバウルへ転用することになり、第四水雷戦隊2隻がその任務に投入された。輸送任務中の7月15日、ながらはカビ園で食来支障を発した。7月19日、巡業はトラック白地を出発。 7月25日、クレに到着して、翌日より、クレ海軍交渉に入居した。巡洋は、駆逐簡単に風を護衛として、シンガポールやトラック白地への輸送任務に従事した。8月15日、2隻は、再起を出撃。8月28日、シンガポールに入港。9月4日、同地を出発。9月10日、2隻は、内海西部に戻った。 9月11日、連合艦隊の加齢により、定位1号輸送部隊が編成され、海上機動旅団を輸送することになった。第1回時は9月15日、宇治名より、軽順2隻。第2回時は9月18日、宇治名より輸送船、わたまる特築艦をおなみ。第3回時は、空母巡洋特築艦谷風が担当する。9月19日、2隻は、文後水道を通過。 9月24日、トラック白地に到着した。ジュニオが輸送した部隊はトラックにて各艦に移乗し、カロリン諸島ポナペにて揚陸した。第1次進出部隊の輸送完了により、第1号輸送部隊は27日府で解散した。9月29日、艦隊はトラックを出発。10月3日、艦隊は文後水道に到着。10月5日、クレに到着した。 10月14日、艦隊は、再起を出撃。10月19日、トラック白地に到着する。10月20日、第11水雷戦隊司令官、木村進少将が指揮する、第3号輸送部隊は、甲子隊、第2次進出部隊を輸送して、トラック白地へ到着する。この部隊は、陸軍兵士2000名以上や隠し軍受品を輸送してきたほか、戦艦2隻には、 トラック白地所在の戦艦3隻用の4 6トル砲弾、4 0トル砲弾、3 6トル砲弾を積載していた。10月28日、小賀峰一連合艦隊司令長官は、巡洋と駆逐艦複数隻及び空母運用と駆逐艦明けぼのに対し、第11水雷戦隊と合流しての日本本土機関を命じる。さらに、同部隊に、 従順トネが合流した。トネは10月16日にタービンの損傷が判明し、内地で本格的に修理する予定であった。10月31日、第11水雷戦隊はトラック白地を出発。11月5日午前5時、暗号解読により、文豪水道近海で日本艦隊を待ち伏せていたアメリカの潜水艦ハリバットが第11水雷戦隊を襲撃。 長戸型戦艦と昇格型航空母艦とおぼしき目標に対して魚雷攻撃を観行した。5時35分マイナス37分、魚雷1本が巡洋の完備に命中。右舷機械室の浸水と火事故障により、巡洋は直進不能となった。戦士2名、行方不明2名、重傷者2名、軽傷者14名を報告したが、 海に落ちた行方不明2名は谷風に救助された。午前10時頃より、順陽は離婚に栄光され、約5から6ノットで平井海域を離脱。ご防備戦隊所属の小型艦も、順陽の護衛に従事した。11月6日、母校、クリエした。12月3日、練習順陽艦鹿島艦長梶原ワラ大佐が、第二水雷戦隊夫となり、鹿島艦長の職務を解かれたため、 長井光大佐は二隻の艦長職を兼務する。12月9日、鹿島艦長に山積中座郎大佐が任命され、長井は兼務を解かれた。12月25日、長井光大佐は再帰海軍航空隊司令へ転任。それに伴い、旧カテカンマ間宮特務艦長、大藤正直大佐が、間宮特務艦長と巡洋艦長を兼務する。 損傷部分の修理と並行し、花園有事、桜場旧右衛門の指導により、館内の各所に使用されていた木材や可燃物を撤去する。巡洋は費用に比べて、商船時代の名残や構造上の弱点が多く、改修には苦労した。1944年2月21日、渋谷清美大佐は巡洋館長に任命される。巡洋は戦線に復帰。 大藤大佐は、間宮特務艦長と、巡洋艦長の兼務を説かれた。渋谷は、本艦の速力について、書類上の最大発揮速力25.5ノットとは、裏腹に、実際には24ノット程度だったと回想している。3月上旬、巡洋は、第二航空戦隊機関となる。五月十一日、戦艦武蔵と空母六隻は、駆逐艦に護衛されて、 最期を出撃し、タウイタウイに向かった。5月16日、武蔵及び第2航空戦隊第3航空戦隊はタウイタウイへ到着。小沢機動部隊の全空母が揃った。巡洋は小沢機動部隊、オッズ部隊として参加した。巡洋は第2航空戦隊機関に指定されていたが、これは巡洋の訓練整備不十分のため、 司令官が直接指揮するという意図があった。巡洋の搭載機は、零式艦上戦闘機27、水星艦上爆撃機9、99式、艦上爆撃機9、天山艦上攻撃機6。6月19日、小沢機動部隊本体の空母大砲が、米アメリカの潜水艦アルバコアから来撃され、漏れ出した燃料に引火して、爆発、沈没した。空母昇格も、 アメリカの潜水艦カバラの雷撃で沈没している。二隻の炎上と大砲の沈没は、第二航空戦隊からも見ることができたという。翌6月20日夕刻、小沢機動部隊は、後部隊、オッツ部隊、前衛部隊、補給部隊が同一海面に集結したところを、アメリカ軍機動部隊艦載機、約200に襲撃された。巡洋の煙突に命中した爆弾は、 環境と一体化した煙突を吹き飛ばし、戦死者多数を出した。また、資金弾6発により、飛行艦板が損傷。着艦制動装置も故障して、上空退避させた航空隊を収容することができなくなる。資金弾による被害は他にも生じた。特に完備、舵取り機質作業の空き部屋に石油缶を積み込んでいたため、これに引火して、消火に手間取った。 本来軸上げすべき長母外の燃料を飛行家が秘密裏に艦内に持ち込んでいたことが6時間にわたる火災の原因となったという。また同日の空襲では被弾直後にアメリカ軍来撃機体に襲撃されたが、その編隊は長戸の主砲対空射撃により撃退され、巡洋は難を逃れた。この戦闘で島遺艦の費用が爆弾一発、 魚雷一本が命中して炎上、費用は長門による栄光も失敗して沈没した。乗組委員は満潮、費用艦長、副長収容、浜風等に救助された。費用の生存者たちは、巡洋を襲撃した TBF アベンジャー観光6機を長門が手法で撃退した際、残存した2機が費用に目標を変更、1機が 同艦に魚雷を命中させたと分析している。6月22日、小沢機動部隊は沖縄の中臼区湾に撤退。ここで、巡洋は浜風、満潮を等が救助した、費用生存者を受け入れる。重症者は、病院船高佐護丸に移している。一連の戦闘で、第652海軍航空隊の残存戦力は99式艦上爆撃機、8機、 水星艦上爆撃機5機天山艦上攻撃機3機爆走冷戦5機冷式艦上戦闘機12機になっていたという6月24日桂島白地に到着1945年9月26日の佐世保での姿手前に見えるのは波201型潜水艦終戦後アメリカ軍により撮影された島型環境 1945年10月19日、佐世保にて、完備フライトデッキより、佐世保での巡洋1944年7月10日、第2航空戦隊は解体された。同日府の編成外により巡洋は第4航空戦隊に所属する。煙突や飛行甲板など、損傷箇所を修理12平方センチメートル8連装分身砲と、対空機銃を増設装備した。 並行して、艦内の徹底的な不燃化を実施し、食卓、椅子、チェストロッカーなども廃止した。だが、巡洋が搭載すべき、所属航空隊は、各方面に転用されてしまった。同年10月中旬以降の早号作戦では、巡洋は、航続距離の短い駆逐艦に対する燃料、補給船として、ヤシロ島近くのヤシマ病地に開港されたという。 日本海軍機動部隊最後の作戦行動となった、冷凍機回線に参加した4高戦の艦艇は、航空戦艦2隻であった。同回戦で、第3航空戦隊は、全滅、巡洋の隣で建造をされた、武蔵も沈没した。以降は搭載する、航空戦力がなく、残存空母たちは、輸送作戦に従事するようになった。空母は格納庫や飛行甲板に、 大量の物資を詰める上に、通常の輸送船と比較してはるかに高速であり、輸送艦としても適任だったのである。巡洋は、大和型戦艦や、長戸型戦艦用の手法弾、酸素魚雷、特殊攻撃艇止用、陸軍兵士約800名を満載する。1944年10月30日、渋谷清美巡洋艦長を指揮官として、輸送部隊は、 緊急輸送作戦に従事すべく佐世保を出港する。翌日には、秋風と合同した。11月1日に、台湾、マコウ市に立ち寄った後、ブルネイに向け移動中の11月3日夜、アメリカの潜水艦ピンタドが巡洋を来撃した。ピンタドの放った魚雷が、駆逐艦秋風に命中し、秋風は22時53分に合沈した。秋風乗組員総員戦士。 ピンタドは爆雷攻撃を受けて退避し、巡洋も難を逃れた。同海域にはピンタドの他にアメリカの潜水艦複数が有力していたが、これらも巡洋の捕捉に失敗した。11月6日、巡洋輸送部隊はブルネへ到着。第一遊撃部隊と合流。巡洋はヤマト型船艦用の46センチメートル砲弾を供給した。8日未明には、 第一遊撃部隊に引き続いて、ブルネーを出港。第一遊撃部隊と分離後、輸送艦隊は10日夕国に、フィリピンのマニラに到着した。停止第3連隊は、マニラで下艦した。基礎は、同日付で、第5艦隊、第1水雷戦隊に編入され、マニラで待機することになり、巡洋隊と分離した。直後の11月13日、基礎は、 アメリカ軍機の空襲を受け、マニラ湾で沈没した。一方、巡洋隊は12日にマニラを出発、西村艦隊唯一の残存艦シグレが巡洋に合同していた。15日、アメリカの潜水艦バーブから来撃されたが、5隻とも無事であった。16日、日本近海で巡洋とトネは護衛艦と分離、各艦母港へ帰島した。 11月15日府の編成が得で、第1機動艦隊、第3艦隊は解体され、巡洋は連合艦隊直属、第1航空船隊所属となる。11月下旬、巡洋は再度マニラへ緊急物資輸送任務を行うことになった。秋月が宅地区間2隻の第41駆逐隊、松が宅地区間薪を護衛として内地を出発した。 27から28日にかけて、マコウシ在泊11月30日に、マニラ到着後、物資揚陸を行い12月1日に出港。武蔵の生存者200名ほどが日本に戻るため、順洋に便乗した。続いて、台湾のマコウシに移動、12月3日に到着。戦艦ハルナ駆逐艦2隻と合流する。ハルナはシンガポールで座礁し、 18ノット以上を出すと、危険な状態にあった。霞、初下は、春名と分離して、第二水雷戦隊本来の任務へと戻っていった。12月6日、台湾を出港した艦隊は日本への帰島を急ぐが、もはや本土近海も安全な海域ではなかった。12月9日午前1時30分頃、長崎県の毛崎沖の女島付近で、巡洋隊は、シーデビル。 レッドフィッシュ、プライスの3隻のアメリカ潜水艦に同時襲撃された。シーデビルかレッドフィッシュのどちらかが発射した魚雷2本が巡洋の艦首と右舷中央部に命中した。武蔵の生存者をまた沈没するのかと慌てさせた。巡洋の艦首部底部は10メートル近く防出した。右舷中央部に命中した魚雷により、右舷機械室は満水となるが、 浸水被害を中央各壁で食い止めたため、左舷期間は無事だった。戦死者19名、浸水被害は約5000トン。右舷に18度傾斜した順陽は13ロットを発揮、佐世保に向かった。後方の両月は順陽が転覆するのではないかと懸念していたという。なお、石塚によれば、牧は順陽に向かう魚雷に意図的に、光なりし順陽を守ったとされる。 当時牧を相関していた後藤公会長によれば、戦闘牧春名巡洋の順序で嵐の中を航行していたところを春名から牧は巡洋の後に付けの命令があり、春菜巡洋の右側を反抗して南下した。水中超音機により潜水艦を確認。警戒しながら巡洋の後方に着くべくを重かじに点出したところ、左舷前方から魚雷が迫り、飛井面積を 最小限に抑えるため艦長の許可を得て直進した。艦中央部への命中は避けられたものの、キは艦首にひかみなりして艦首部を喪失、備足前進で長崎港へ帰投している。キは巡洋の乗組員から大いに感謝されることになった。機関部に損傷を受けた巡洋は行動不能となった。そこで輸送任務に投入される航空母艦として、 運流型航空母艦一番艦運流が指定された。12月17日、運流は駆逐艦3隻と共に、軍需物資、陸軍兵及び、緊急輸送物件30機を積載、マニラに向かったが12月19日、運流が、アメリカの潜水艦、レッドフィッシュの来撃で大家の誘爆により沈没した。ヒノキ、モミは、マニラに向い、シグレは、サセボに帰投した。 12月31日、今度は空母流砲が、王家58機を積み込み、駆逐艦しぐれ、浜風、磯風及び、非87戦団と共に、台湾の高尾市へ大家を輸送した。12月20日、渋谷清美大佐は、戦艦長戸艦長へ転任。巡洋は、艦長不在となる。巡洋の修理は1945年3月末まで、かかった。ドックから出したものの、 船体が修理されたのみで、右元機回室は修理されなかった。そもそも大型艦を作戦に投入する燃料がなかった。4月20日、日本海軍は巡洋を含め残存大型艦を台、4予備艦に指定した。5月10日府で、前原富吉大佐は巡洋艦長に任命される。なお、巡洋は再度修理した後に出撃させる計画が、 あったが、機械室の修理が完了されないまま佐世保港の恵比寿湾に疎開して、軽流放棄され、終戦まで浮き放題となった。8月15日、終戦。マストから四方にワイヤーを張り、マットと樹木で偽装した巡洋は一度も空襲を受けなかったとされる。しかし、機関室が修復されなかったことで、片原高校しかできず、外洋高校は、 不可能であったため特別輸送艦には指定されず、11月30日に除籍。1946年6月1日、解体開始。順洋の隣では、運流型航空母艦の笠木が進行しないまま、解体されている。翌1947年8月1日、順洋の解体終了。小船への復帰はならなかったが、太平洋戦争を生き延びた。 小戦改造艦艇の中で最大級の船舶であった。巡洋の金はマリアナ沖海戦の爆弾命中によって失われたが、後にアメリカが回収し、1944年にフォーダム大学に寄贈されている。巡洋の慰霊碑は呉海軍墓地にあり、隣には巡洋の盾となって前、乗組員が戦死した秋風の慰霊碑が混流されている。 呉市上長佐古町旧海軍墓地山手方向。ありがとうございます。